皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回は公式マシーンのね、制作過程をね、皆さんにお伝えしたいなと思っております。今回ね、公式マシーンを作る上で、朝方までね、ミニ四駆を触ってて、ちょっとだけ寝ようとしたところね、四玉さんのコース変更、完全に寝坊いたしまして、大変申し訳ございませんでした。はい、ということでね、早速、公式マシンを見ていただきます。はい、ということで、もう全然できとらんのよ。ね。フロントのギミックがやっとできたということで、あとはもうリアのアンカーを取り付けて、あと、それからボディですね。ボディの塗装に入らなきゃいけないんですけれども、もう全然できとらん。もうほとんど寝てしまったわ。今日皆さんに公式マシンをね、紹介しようと思って朝方までやってたんですけれども、普通に寝てしまったね。はい、ということで、紹介させていただくんですけれども、フロント 19mm のスラダン AT になっております。この AT バンパーはどうやって作ったのかと言いますと、カツチャンネルさんの動画を見て、そちらを参考にですね、白っ子なりに少しちょっと手を加えて作成した形となっております。それではね、早速見ていただくんですけれども、基本的にね、今回は公式を意識した形となっておりまして、その要はデジタルを早く抜けたい、そしてジャンプした際に引っかかってね、コースアウトするっていうのをね、避けたいといったような形になっております。で、最終的にはリアにアンカーを乗せて、リアはどうしようかな、尻尾じゃなくて多分マスダンでいくとは思うんですけれども、今のところまだ綺麗には定まってない感じですね。あとはカーボン等をですね、一度全部バラして磨いて再度乗せてっていう感じになります。で、フロントはね、こんな感じで作ってます。提灯と連動して一応スラストもつくんですけれども、ほとんどここは作用しないのかな。で、フロントの下にですね、キャッチャー素材を貼って、要は回避率をアップしてます。コースアウト率をね、減らすといったような感じですね。よく滑るので、最近はね、これが結構いいみたいで、多くのレーサーが使ってるんでね、真似した形になってます。はい、ということで、これコースに引っかかってもしっかりね、キャッチャーがいなした後に AT が作動しだしますんで、これはね、多分すごくいいと思います。キャッチャーで滑り出した後に AT が作動し始めるっていうのがね、今回の、肝になってくると思うんですけれども、まずはね、ちょっとコースを見ていただきたいんですが、コースがですね、こんな感じに、山ちゃんの毛で覆われているんですけれども、こんな感じですね。先にキャッチャーで滑って AT が作動する形になってます。はい、よりね、これでいっそコースへの復帰率が高くなるのではないかと個人的に思っているんですけれども、最終的にね、どういった動きを見せるかってところですよね。ほら、しっかりバンパーが乗っても戻ってくれるんですよ。これはね、かなりいいんじゃないかなと思ってます。で、まだ電池とかマスダン、リアのマスダンつけてないんですけれども、車種もね、なんかちょっと綺麗にできて、今回は大満足ですね。はい、ということで、ローラーなんですけど、左側がね、スロープ用に低く作ってあります。右側はデジタル用にちょっと高くしてます。マシンがね、ガタつかないように、ガタつくとタイヤが浮いてデジタルで減速しそうなので、今回はね、右側をちょっと高めに作ってます。あとはね、リアのアンカーを作って、また完成したらね、皆さんに報告しようと思ってます。 OK。はい、ということで、こんな感じでですね、公式マシンの紹介になったんですけれども、次回までにはね、完成させたいですね。そしてですね、今回青黒にしました。皆さんね、たくさんのコメント本当にありがとうございました。やっぱりね、ちょっとね、青白にしようかなとか悩んでたんですけれども、皆さんのね、コメントを見て青黒がいいよということだったんでね、今回は青黒でいきたいと思います。ボディもね、青と黒で、作れるようにね、頑張っていきますんで、ボディの完成までね、もうしばらくお待ちください。今回はね、マンタレイかネオファルコンで行くんですけれども、まだまだね、ちょっと今悩んでるところがありますので、それもね、また、出来上がり次第ですね、皆さんに紹介したいなと思っておりますので、次回の動画もぜひ楽しみにしておいてください。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。